はーい、ちっちゃいみんな、こんにちは。今日はアリケンのクリエイターサポートを教えるよ。アリケンのクリエイターサポートをすると、アリケンの体重が1人につき1キロ増えるよ。クリエイターサポートの ID は簡単。A-R-I-K-E-N、アリケンで入れてね。そしたらアリケンが太りすぎて爆発するよ。3、2、1、ドーン！前回の FNCS 見てもここは安定性抜群でしたからね。しっかりとコヨタがキルを取って、さあ全員で戦っている。ルリがしっかりとアンチ移動を見ている。しかし全員の資材はゼロです。さあ目の前入り込んで、さあ倒す動きだが、ここはワンボックス誰もいない。さあ下に降りて、さあ出てきた敵を全員フォーカスして倒そうとしている。後ろにはボット、さあ気づいている。ペポ後ろのボットを倒したい。さあここはルリとボットがさあ交差している。さあまずペポが落ちてしまった。コヨタ160だが、ここはさあっちダメージ。さあしかし1キル奪っていったぞ。さあ目の前、さあ SVN の選手がいるが、さあルリ1人でどこまでいける。現在17位。さあ9位かい。さあ残り9パーティー17人。目の前出てきたやつ、しかし一気にやられてしまう。これは痛い。さあ最強1試合目で43ポイント、11キルかましてる。さあラル、ここは降りて敵を倒しに行く。さあ目の前ワンボックス、さあここは強気にやりに行くぞ。さあフロッパーがあるのでアンチガイムーブができる。さあキル数がえぐいこのパーティー。さあローグラを最終的に奪っていった。強っ。残り4パーティー10人。3331。さあユセアがここは上からのショットガンでやられてしまったが、しっかりラルが取っている。さあ目の前ワンボック勝負、さすがにしんどい。さあルナが、しかし後ろからこんにちはで目の前の敵を全部倒そうとしているが、ここはストームでやられて、さあ FA タカちゃんが回復量が異次元だ。キャベツ13、チリチャグ8、チャグスプ5、下でスイッチーが戦ってるもん。タカちゃん安定の1位。さあシュートが生き残ってるし、10キルしてる、強い。さあシュート、残り19パーティー19人、8パーティーです。さあルイサナも生き残っている。さあハイグラを取りに行ってるルイサナ、上にはムーンがいるぞ。さあたった1人でルイサナ、さあファイジー倒、あーもうもったいねー、わーもったいねー。さあスナッキーが生きている。さあルイサナがキャベツを持ってるので、ここはキャベツをさあ一気に取りに行きます。キャベツ拾って、さあ一気に食べて、間に合った。さあムーンがハイグラで回復勝負しているが、これはスナッキーの方が HP はあるか。さあバンテージを負けるのか。これは1個前って、さあそのまま一瞬で勝っていった。さあ上にはユセアたちがいるが、ここはうまっ39。さあダメージ稼いで、さあ相手の HP を枯渇させにいってる。さあ上でやり合っている。さあもう一個壊せば、いやーちょっとダウンがもらえたけどな、しょうがない。いやでも上は上でだいぶやり合ってるぞ。さあ壊して、さあデカポンを飲んでいきます。さあメディキもあるので一応回復できる。さあフル HP とは言わないが、さあアンチ進行して、さあ資材も全部余っている。さあルリたち、ビクロいけるか。クジャナイがクソ無双してるな。さあここは目の前ナイトルがやってきたが、ここはさすがにペポがてめえやりすぎだぞと、さあ止めていきました。いやでもちょっとこれ、さあメディキを巻いて、さあフル回復勝負。さあルリはやられて、さあこれとも目の前の敵やっていくが HP、さあここは回復。さあペポ残りフロッパー1個。さあ上に登って、目の前のモンキーを倒して回復はできない。なんで回復入んないんだこれ。敵のキルだったからか、惜しい。さあスイズイたちがそのまま1位。ビクトリーロイヤルおめでとうございます。今97位で多分1位なんじゃないのかな、周り全員落ちてるから。ガチノーヘイトやん。多分今1位だよ。ここビクロイしたらだいぶ強いね。トップに踊りてますね。そうね、
さあ現在4試合目かな、これロー取って、これ美味しいな、うん、ローグラ誰もいないよ、しかもあ、降りた降りた降りた、あ、これ強い、ローグラ強い、ローグラ強い、ローグラ強い、アンチ下が強い、いやでも降りてくる、いっぱい、いやちょっと資材温存したいな、資材がまずそうかな、いや全然まずくないわ、120あるわ、いやこれね2位は硬いね、これ硬いね、とにかく上に建築を張り続けて、そうね、だから降りてきたやつもキルをできるだけ取りたいですね、多分あんま降りてこないんじゃないのかな、いやどんどん必要なやつ来るよ絶対、ほらもう来てる下の方、バイキンさん、いやでも下にはいるから、この猛犬2人が、そうですね、倒してほしい、金本持ってるね、いや強い、いやペポキンポン、コヨタ青ポン、ルリガ緑ポンプ、ああ戦闘力順だね、でこれ上に一回戻るけど、いやでもロ、いやでもそんなにそんなにない、あーでも目の前でかいな、そうね、さすがに一気に登って歩いていける系のアンチだから、まあまあ全然、ね、さあ目の前ボットさんたちがいるぞ、いやでも前の方取ってるからこれは安全に、いやルリの立ち回り偉い、これ、はいね、これは目から鱗ですね、そうですね、そしてこれチャグスパーあまり使わない、1回は使いましたけど、あまり使いすぎはせずに、さあ回復勝負、いやーこれはまずい、さすがに狭いな、さあ一応キャベツが10あるから、さあアンチ耐久はできる、さあやられてしまっていく、さあコヨタがここから仕留めれるか、さあバレている、倒さないと、いやーこれはさすがにか、さあクジャクナイトルが生き残っているが、クジャナエもここは一気に死んで、ハイグラがそのまま勝利、うわーユセアたちがこれ1位いくな、いや9キルってやばくない、うん、やばい、なんでルナは6キルもしてんの、いやルナうますぎるんだ、さあ現在10キル目が入った、いやこいつはキル取りすぎだわ、強いね、さあしかも同じ段にはさあ敵が全然いないぞ、いや強えなマジで、さあ目の前にはレイニー残り11パーティー、いやこいつら勝つだろう、えなんかめっちゃ勝ちそう、さあローグラ行って、さあ誰もいない、いやーこれしんどいね、さあリザート生き残っている、さあ真下にはさあ敵がいて残り次第2枚、デカポを飲めればデカいが目の前やり合ってる、一発うーわ惜しい、さあここはやられていきました、さあユセアたちがローグラを取り切ってる、これ150ポイントいくなこいつら、うん、これきっと置いて予測巻きを味方にしてもらうのかな、そうね、さあ現在置いて、さあラルがチリチャグ1、ルナマ回復は下回なし、はいね、なんでルナユセイさんで、まあ、上を取りに行って、あとはラルキン TV に回復勝負任せてって、ね、そうね、しかもユセイたち上に行った時マジキル取ってくるんだよなちゃんと、やばい13キルだって、まあ、ユセイさんはもうとにかく道を進めてあれかな、そうね、安全で、まあ、上はルナに全てを託してって感じかな、さあルナ上がったんじゃないですかレケンさん、さあルナ、まあ、多分ミニポ飲んだら行くと思うこれ、さあこれはいやミニポ飲む時間もないから、さあここはさあルナがやりに行きます、さあここは飛び出たところやられるが、さあラルが倒しに行ってるねこれ1キル取って、さあ残り一発、うまこれで耐久だ、シュートたちが潰しに来てるぞ、これはあるぞ、シュートたちいいね、99ポイント、100ポイントで超えれそうやな今日、さあ目の前、さあファイトが始まった、しかもシュート資材だいぶ取れている、うわーエムいいエム良すぎる、アサルトの弾も多いし尋問もできるしで、そうね、ジャンパーもあるからこれはもう時間をかけて、いやー当てるーエムよすやるやん、シュート潜在ないでしょ彼ら多分、そうです、さあ目の前、さあ上からこんにちはして、さあ打ち返してくるが、さあ報告はもう通ってるでしょう、さあ一人倒して倒しきる、いやルリたちも生き残ってる、いやルリはきっと巻きたいねこれ、うま、
さあきらめき時なんちゃらを倒して、さあ活気が入るので HP 回復する。目の前にはボット、さあ頭を出して撃っていきたかったが、ここは喧嘩を売らない大人の対応。残り4パーティー。さあメディキはこれは負けるでしょう。さあペポとコヨタが、さあローグラに置いて、これしんどいね。小枝くんは、うわはぁ、なんで倒せるんそれ。いや、いや、物資やばい。待って、回復勝負勝てる。え、やばい、キャベツ16個出てきたって。はぁ、やばい、ある、全然ある。え、これ油性たち超えるぞ、多分回復勝負制せば。さあルリに検体を少し渡しながらあれしたいですね。そうね、落ちた建材で前に作って安全を確保してほしい。さあ、作れました。ここはキルポ、え、味方の資材を取って。しかもこれきっと全部負けない。これ最初失敗したら、うわ、むずい。大丈夫、落ち着こう。まず1キル入る、絶対1キル入る。1キル入ってる。大丈夫、きっと1個は使えるな、うん、1個は使えるな。残り2パーティー、1個は使える。これ使える、いや使えない、いやー使えない。これいい判断、いい判断。いや残り1人。さあロード、あー上で回復してたな。さあレイナーが回復勝負してたね。いやーでもルリたちもいいポイント稼いでるぞこれ。うん、よかったね。でも全然、ね、でも超えるのは無理か。優勢たち1位かな、さすがに。1位取れればワンチャンスって感じだけど、まあ、さあ見ていきましょう。さあ、FNCS グランドロイヤルデイ1の結果こちらです。ユスヤ181ポイント、さすがに、2位と23ポイントの差をつけて1位です。まあでもまだそんなに離されなかったからよかったなって感じかな。まあでも結局明日2倍だからポイント、明日も FNCS グランドロイヤルデイ2があるので、明日も同じ時間に来てください。明日、700万円の賞金が誰が取るか決まります。それじゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。デイさん、ありがとうございました。それでは皆さん、また次回の配信でお会いしましょう。それじゃあ。